はい、本日はですね、ネイリスト技能検定試験2024年春季の、2級のアート課題を行っていきたいと思います。皆さん受験される時のですね、最新の検定要項をご覧ください。今回ネイルアートの指定の指は2級ですね、右手の中指になります。なので趣旨間違いのないように気をつけてください。こちらはアートテーマがイチゴとなっております。今回2級のカラーリングはですね、赤ポリッシュになっておりますので、赤以外のベース、赤以外のカラーポリッシュを2度塗りしてイチゴのフラットアートを施してください。まあ赤は使っちゃいけませんので、このような今回はいろんなパステルカラーで作っております。では早速お見せしていきます。はい、では2級の課題を行っていきます。まずこちらですね、ベースコートから塗布してください。キューティクル際のライン取りをして、もちろんはみ出さないようにエッジも塗布をしていきます。では今回ピンクでお見せしていきます。こちらはですね、ノイロの S002 番を使用していきます。皆さんムラになりにくいポリッシュでやっていただくといいと思います。キューティクルのライン取りをして、端からこのようにはい、行っていきます。ではこちらのピンクポリッシュも2度塗りしていきますので、他の指のカラーリングと、効率よく塗布していただければと思います。赤ポリと同時に塗ってください。はい、では2度塗りを行っていきます。カラーポリッシュのライン取りをしましょう。左から右に流していきます。エッジも塗布をしてください。はい、はい、では今回使うカラーはこのようなラインナップで使っていきます。いちごの赤なんですが、いちごに影やハイライトを入れていきたいので、影となる茶色やハイライトとなるピンクやホワイト、あとは葉っぱに使っていく黄色と緑、いちごのお花に使います白ですね。いちごのお花の中心にオレンジと黄色も使っていきます。アクリルガッシュの色味なんですが、左側からパーマネントオレンジ、オペラレッド、バーンシェナー、パーマネントレッド、ホワイト、パーマネントレモン、パーマネントグリーンというラインナップです。ではパレットに出していきます。こちらはですね、事前にウォーターパレットを作っていただいた方が試験中効率的に時間が使用できるかと思いますので、試験中にいちいちこのように絞り出すのも大丈夫ですが、事前にスポンジを濡らして、濡れたスポンジの上にパレットを置いて、乾かないようにウォーターパレットですね、密閉できる容器に、ウォーターパレットを用意しておくと効率的にアートができるかと思います。今回使うブラシなんですが、こちらです。スペースネイルさんの50番を使用していきます。絵の具用のブラシです。1本で大丈夫です。はい、ではアート用水入れとこのようにパレットに絵の具を出して準備をしてください。はい、では少し後ろの方にこのパレットで色を混ぜる様子とか、筆を拭くタイミングなど分かるようにこのようにちょっと背景に写していきますね。はい、ではまずですね、いちごを描く前に葉っぱを描いていきます。緑と黄色をこのように混ぜて黄緑を作りましょう。そしたらこういう感じ、葉っぱ
ですね。1、2、3。ざっくりとこう4方向に葉っぱを描いてください。ではその後にもうちょっと緑をですね、こう濃くしていきます。緑を濃くして、で、ここから少しこう丁寧にというか、真ん中こう、筋を入れて、で、その後に、ザクザクザクと、ザクザクザク、ザクザク。このように。イメージ的にはこう、ちょっとザクザク。外側が、こう、つるっとした葉っぱではなくて、ちょっとこう、トゲじゃないですけどね、ザクザクしたような印象で描いてください。で、全部同じ色になってしまうと面白くないので、少しこう今度は黄色が多めの色にしていただいて、こう葉っぱに数枚こう黄色の要素を入れていきます。はい、こんな感じですね。では続いて、もう葉っぱはですね、結構すぐ乾くはずなので、お水の混ぜすぎに注意してください。あんまり水溶かなくていいと思います。では続いて赤ですね。赤を取って、で、この今描いた葉っぱの真ん中あたりに、いちごの形をこのように取っていきます。ここもまあお水に溶きすぎないようにしてください。水たまりみたいにしないようにってことですね。かといって全く水に溶かないと油絵みたいになっちゃうので、まあ、表面、こう油絵のような凹凸にはならないように、配合を少し変えてください。はい、では今度はこちら側にピンクのイチゴ、少し小さめを意識して描いていきます。こんな感じですね。ではこのいちごを乾かす間にホワイトを取って、少しお水に溶いて、ではホワイトでこのいちごの特有のといいますか、いちごのお花を描いていきます。白い五枚花ですね。丸を描いて、お花の中心を合わせていきます。お花の中心には黄色を打とうと思いますので、花芯に向けてこのように描いていきます。では、まあ、爪の余白を見て、こちら側にも爪が大きい方とか、まあ、このようなチップで行う場合は、余白を見て、このあたり、お花を増やしたり、増
増やさなかったりしてください。スカスカにならないようにですね。はい、ではちょっとだけこのいちごが乾いてきたので、完全にまだ乾いてないので気をつけていただきたいんですが、ホワイトを取ってかなり薄くします。で、薄くしたらこの位置、まあ、ハイライトですね、いちごのこの端の部分にドットをこう点々点々ってたくさん置くような感じで点々を置きます。続いてピンク、ピンクも少しにします。で、点点点点点点と置いて、このハイライトの出具合を調整しましょう。では続いて赤、なんとなくグラデーションを意識してこのように描いていきます。色をつけていきます。では赤のこのいちごの方は茶色で、ここですね、端の部分、こうローライトを入れていきます。今こうグラデーションを丁寧に作り込んでますが、ここはですね、皆さん時間がないときはもうほんと赤一色で作っていただいても大丈夫です。検定アートは、まあ、時間と相談しながら、こう余力がある人はぜひアートこだわってほしいですし、時間に追われてる方はそれなりにしましょう。はい、ではオレンジ、オレンジ薄くして、お花の真ん中にこのように入れていきます。で、オレンジが乾くので、すぐ乾くと思いますので、今度はイエローを取って、お花のオレンジの中心に黄色を置いていきます。はい、こんな感じですね。ではもう一度黄色とこのグリーンを混ぜて、ちょっとだけこう、まあ明るくしたいので黄色多めにするといいと思います。明るい黄緑にしてくださいね。ではこうヘタを描いて、ヘタをいちごに乗せていきます。こんな感じですね。はい、ではホワイトを取って、このいちごの種を表現していきます。このハイライトのあたりの種は白っぽい、白い、ほんと見えるか見えないかぐらいの点々を描いてください。では今度はローライトのあたりは茶色にして、茶色でこうドットを打っていく。こちらも同様です。まあただなんとなくぐらいでいいですよ。このいちごのつぶつぶが大きいとちょっと怖いですので。では様子を見て、このいちごのヘタの部分ですね、グリーンを足して完成度を上げていきます。はい、結構周りの葉っぱが予想より消えてしまったので、ちょっとシャッシャッと
しますね。はい。ではこちらも余白を見て最後に黄色でこのあたり小鼻の四角に黄色で、まあ、ドットを置く、ちょっとこう崩れたようなドットを置いていただくとアートの雰囲気が仕上がると思います。はい。では絵の具を乾かしている間に他の8本の赤ポリッシュのトップコートも塗っていただいて、でアートが乾いたのを確認して最後にトップコートを塗布していきます。もう乾いたので塗っていきますね。でトップはこのようにこう表面泳がすように筆が絵の具を引きずったり傷つけたりしないようにベッドに触れないように塗布をしてください。はい、こちらのアートは皆さん必ず8分以内に仕上げましょう。時間オーバーにならないようにアートのこの量やクオリティを調整してください。私はイチゴ2個描きましたが、イチゴ1つ、この白い5枚花1つずつでも構いませんので、時間によって、アートで少し、まあ、時間をコントロールしていただいた方がいいと思います。はい、応援しております。